今回は電車内での事件のスカッとを2本紹介していきます。最初はこちら。電車で女性にあらぬ疑いをかけられた。俺、この手を見ても同じことが言える？女性、え？その日はとある用事があって、いつもはあまり乗らない電車を利用していたんだが、そこで俺はだいぶ厄介なことに巻き込まれることになる。帰り時の時間ってこともあって、電車内はやや混んでいるくらい。俺は、ドアのそばの吊り革を右手で掴んでたんだ。ボケーっと景色を眺めながら電車に乗ってると、いきなり左手が引っ張られて、パシャって音がしたんだ。何事かと思ってそっちの方を見ると、明らかに遊んでる感じの金髪の女子高生が、俺の左手を掴んでシャメ取ってたんだ。何をしてるのか聞こうとしたら、俺の左手を高く突き上げて、こいつ痴漢です、と言って叫ぶんだよ。もちろん痴漢はしていないし、そもそも俺はとある事情から痴漢なんてできるわけがない。が、こういう時に無駄にうろたえるとダメだってのは知ってたので、内心バクバクしながら冷静を装って、人違いじゃないですか？俺はやってないですよ、と、優しく言ったんだけどその JK は、はぁ？しらばっくれんなし、おめえが痴漢あったって証拠があるんだよ、と、さっきの写メを見せてくる。これはこの前テレビで見た、痴漢冤罪の常習犯だな、と思った。だからこれは絶対その場では引かないパターンだなって思った俺は、女が警察に突き出すって叫ぶんで、素直に駅員のところに一緒に行ったんだ。もちろん、近くにいた女の人を証人としてついてきてもらってだ。駅員がどうしたか聞くと、こいつが痴漢した、証拠もある、傷ついたから慰謝料よこせ、と、さっきの写メを駅員に見せながら叫ぶんだよ。で、証人の女の人も、JK が確かに左手を掴んでました、って証言するわけよ。本当ですか？と、駅員は一応聞いてくる。最近、痴漢冤罪が増えているのもあるんだろうな。一方的に俺を疑うようなことはしなかった。俺は、やってませんよ。ふざけんなよ。私の尻をわしづかみにしといて、お前みたいな奴がいるから、私たちは安心して電車乗れないんだよ。と、大声で叫ぶ。周りの人も何事かとこちらの様子を伺ってざわざわしている。だがしかし、先ほども言ったが、俺は、ある理由によって痴漢ができないのだ。そこで俺は少し相手を引っ掛けることにした。じゃあ、もし俺がやっていないっていう確たる証拠があれば、逆にこちらが名誉毀損で訴えるけどいいか？と聞いたら、ニヤニヤしながらそんな状況になるわけがないから、構わないと答えたので、俺はある事実を暴露する。俺の左手は義手だから、あんたの尻なんか揉めないよ。JK 含め、駅員も一瞬何言ってるかわからないのか、ポカンとしている。そりゃそうだろうな。俺みたいな人間はそうそういない。実は俺、2年前に事故で左手が肘から先がなくなったんだ。で、義手をつけてたんだけど、最近の義手って本物そっくりで、パッと見た感じとか、多分義手ってわからないくらいには成功なんだ。まあ、高かったけどな。間違えた、右手だ、右手。と、慌てて言い直す JK。そしてやばいと思ったのか。おいおっさん、適当なこと言ってんじゃねえぞ。といきなり座ってる俺の目の前で義手を蹴ってきた。そのせいで一部分が破損して動かなくなった。しかも JK は右手だと言っているが、写メには俺が右手で吊り革を掴んでいる画像が、しっかりと残っているためそれも無駄に終わった。周りから俺集まってた視線も、いつしか相手の JK を非難する視線へと変わっていった。その後警察が来て、事情を話すとすっかり俺の疑いは綺麗に晴れた。その反面、JK は他にも余罪があるかもしれないってことで、警察に連れて行かれた。もちろん被害届は出してやったよ。あの JK、全く反省した様子もなかったからね。で、予想通り JK は何回も痴漢冤罪をやっていたらしく、両親にも学校にもこのことは通達された。どうやら俺みたいな普通の気弱そうな男を捕まえて、何人からもお金を取っていたらしい。さらにひどいのは、一度じゃなくて何度も、同じ人物から金を渡さなければ会社や周りに言いふらすと言って脅し、お金を巻き上げてたことが発覚したこと。JK だけど、やってることはヤクザと変わらないよ。今回俺も義手じゃなかったら無罪の証明ができていなかったと思う。その後、今回の冤罪を知った JK の親が謝罪に来たのだが、住所は俺に確認取ってから警察の人が教えてあげた。そこでもまた事件。両親は腰を低くして、本当に申し訳ありませんでした。この声はきつく言っておきますので、どうか。と言うんだが、JK が、なんでこんなおっさんに謝んなきゃいけないわけ？私の方が、どう考えても将来有望でしょ？とか言い始めた。本当に救えない子供もいるもんだ、と思って、逆に呆れてしまった俺。その言葉を聞いた JK の両親が、
お前は自分のしたことが分かってないのか。何が将来有望だ。お前は普通に生活してた何の罪もない人間を陥れて、金を巻き上げてたんだ。反省しなさい。と言って、怒鳴られてたよ。父親がブチ切れたので、さすがの JK もちょっとビビってたみたいだったけど、それでもまだ虚勢を張って。何よ、その義手っていうのも弁償すりゃいいんでしょ？いくらでも買ってやるよ。とか言ってきた。多分 JK とかから見たら、こんな義手なんておもちゃみたいに見えたんだろうね。だが実際は全然違うので、俺は、そうですね。この子に弁償させるなら、被害届は取り下げてもいいですよ。構いませんか？というと JK が、やったー、これで私晴れて無実じゃん。と言ったので、義手の値段が180万で、それを一人で返済することを条件とすることを話すと、は、ふざけんなよ、てめえ、何が180万だ、ぼったくってんじゃねえよ、と言い出した。しかし、この反応はわかってたので、別にぼったくってないし、嘘もついてないけど、そう言って部屋の中から領収書を持ってきた。そこにはちゃんと180万だと書いてある。それを見た JK は、こんな金額返せるわけないじゃん。返せるよ。今時バイトしてる高校生なんて珍しくないよね。そんなことをしたら、遊ぶ時間なくなるじゃん。知らないよ、そんなこと。とにかくご両親の前で約束したことだから、もう保護にはできないから、毎月働いた分のバイト代を全部持ってきて、分割して払ってくれ。というと、真っ青になって愕然としてた。JK はその後両親たちに、ねえ、この男頭おかしいって。こんな高校生の私に180万返せって言ってんだけど。と言ったら、そのまま父親からバシって顔を叩かれた。いい加減にしろ。お前は善人な人間から今までいくら奪ってきたんだ。そう父親が怒鳴ると、叩かれたことがショックだったのか、JK 涙目になってうつむいてた。まあ、そんな光景見ても全くかわいそうとも思えなかったけどね。言っとくけど、俺は義手代を請求することで被害届を取り消すって言ったけど、今回のことで君が冤罪を企んだ人間ってことはみんな分かっただろうし、広まったと思う。だから君が今まで何人かもにしてたか知らないけど、君のことを訴える人もいるかもしれないから、その時は頑張ってね。え？だってそうだろう？君が冤罪を起こした人間ってことはもう分かったんだし、今まで君に騙されてた人が、自分も冤罪を晴らしたいって思うのは当然のことじゃないの？嘘でしょ？私どうなっちゃうの？さあ、君がこれまでどれだけの男の人に冤罪を企んだか知らないけど、自分がやったことにしっかり向き合うことになるんじゃない？というと、真っ青な顔して両親も JK も言葉も出なかったよ。そりゃそうだろう。無実なのに、こんな JK に大金を払った人もいるはず。そして絶対恨んでいるだろうからね。やってもないことでビクビク怯えて、日々必死に働いているお金を、頭の悪い JK に揺すられるって思ったら辛いだろうし、そりゃ冤罪だって証明されるかもしれないって分かったら、こぞって訴えてくるだろうよ。JK は俺が取り下げるって言って、もう自分の脅威は何もないって思ったかもしれないけど、実はこれからだってことを、今から知ると思う。